自分のこだわりが自分を作ってるんで、自己イメージ、その信念が自分なんです。信念の集まりが自分なんですよ。自己イメージなんですよ、こだわりですよ。何でもいいですよ、一個一個変えてみて、一回でもいいから変えてみたらいいですよ。朝は絶対ご飯だ、ご飯じゃないとダメなんだと思ったらパン食べてみたりとかさ、コンビニはファミリーマートなんだと思ってる人はさ、セブンイレブン行ってもいいし、どん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 ちっちゃいこだわり変えていった方がいいですよ。私はこういう服似合わないから着ませんと思ったらそういう服着ちゃってもいいし、まあ着たい服だったら着ちゃえばいい、着たいのにいいなこういう服着たいなと思ってるのにでも似合わないって勝手に決めてる、それが自己イメージじゃん、信念だったり、それも変えちゃうんだよ。だ簡単そうじゃなくて超難しいんだよ、心が嫌がるから。心が嫌がること、こだわりをやめようとすると心超嫌がるんで辛いですよ。負荷が超かかる。